ブラインドスポッティングは2018年のアメリカ合衆国のサスペンスドラマコメディ映画。監督はカルロス・ロペス・エストラーダ。出演はダビード・ディグスト・ラファエル・カザルなど。主演のディグスト・カザルが制作と脚本を務めている。カリフォルニア州オークランドで生まれ育った親友同士の白人と黒人の二人の青年の姿を通して人種の違うものや 貧富の差があるものが混在することによって起こる問題を描く社会派ドラマ。黒人の青年コリンは保護観察期間中で、あと3日で期間が終わる予定である。彼は幼馴染みの白人の青年マイルズと一緒に引っ越し業者として働いていた。ある日、コリンは仕事を終えて帰る途中、黒人男性が白人警官に追われ、背後から撃たれる場面を目撃する。 それをきっかけに、コリンとマイルズは、互いのアイデンティティや、急激に高級化する地元の変化などの現実を、突きつけられる。さらに、かねてから問題児だったマイルズの予期せぬ行動が、あと3日で保護観察期間が終わる、予定のコリンの身を脅かすことになる。バラク・オバマ前アメリカ合衆国大統領は、2018年のベストムービーに、万引き家族や、ローマ、ローマ、 ブラックパンサー、ブラッククランズマンなどと共に本作を選出した。ロッテントマトズによれば、164件の評論のうち94、94%に当たる154件が高く評価しており、平均で10点満点中8.09点を得ている。メトクリティックによれば、43件の評論のうち、高評価は38件、賛否混在が5件、低評価はなく、 平均で100点満点中77点を得ている。ありがとうございます。